さあ、ここ行きましょう。特徴的なのはこうだけど、これは左向く、これは右向く、左向いてる。で、ここ絞る、長く、いいシェイプ、相当幅広い。これからそこ長く、こういう構成で、ここ絞る、ここを開けて、こう絞る、こう絞る。これがまた美しい。こう絞り、こう絞り。じゃあ背広って、この向きでこの長さ。ここはほぼ今回はまっすぐ降りてきて、でこれがこう止めているのか、こう払っているのか。これがあるってことは払っている可能性が高いかなと。さあ行ってみましょう。勢いで書いていきます。点はあるのかないのか、どっちだ。ありそう。ありそう。打たない位置の方が多いので何とも言えないですけれども、
この杉の木も綺麗に描けたらいいですよね。相当腹筋を使ってます。なぜかふっっていう力を入れるときに実は腹筋使ってます。手の動きだけじゃダメなんですね。腹筋使ってる人少ないかもしれませんけれど、試してみてください。止める瞬間ふってこう気を入れると脇も締まるし腕の筋肉も締まるんで、キュッてこう線がこう返すときに行くはずです。ぜひお試しください。かなり体育会系的な力の入れ具合でないとダメです。っていうぐらいの力の入れ具合で大丈夫です。ちょうど剣道でいけば面を打つ瞬間のあの素早さでちょうどいいです。穏やかなところは力を入れる必要はないんですけれども、ここぞというところでピシッと決めたいときはそういう手だけじゃなくてね、体を今も腹筋使いましたけどでこう持ち上げるときに、そうするとキュッとした線が描けます。腕ばっかりって入れたってダメです。さあ問題は ここですね。こう止めるのとこう払うのとどっちだろうということで、今回は払うにかけます。腹筋を使うところはね、いくらこの動画で撮影してても映らないんですよね。腕しか映ってないんで、腕のっていうこの動きをもっと強くしようと思ったら腹筋を入れてっていうぐらいでちょうどいいです。そうすると緊張感のある線が描けます。
ぱり左に持っていくことで弾力っていうか反発力っていうかバネが意識できると思います。さあ今日はあとこのうちここを大きく開ける、ここも開ける、まっすぐ、これは今回奥行くんですね。でだんだん太くなると少しずつ太くなって跳ねる、相当筆がこう練って跳ね上げてるんで、この穂先の長さは少なくともある筆を使ってるということですよね。でここは開ける、長い払いで、これが大きく下がる、でこういう構成をこれが打ち破ると。さあちょっと掛けが大きいので、ここの思考しては推測、です。少し右へ傾ける。今回はキュッと止める。この止め方が近いんでこう止まってる可能性もあるんですよね。また別の機会にこれを止めたらどうなるかっていうのをやってみようと。月一気に弾けるかどうかですよね。ということですね。
こでしょう。下がる。この段ですね。こうずっと行って行って行ってです、ね、で最後これで受けるんですね。これでね、これだけの数をこれで全部受けるっていう。見事な配置ですと思います。今回はここまでです。